どうも、ライオンです。さあ、今回紹介するのは、こちら。フロントミッションストラクチャーアーツボリューム3から、90式です。はい。タイプ90、ね。坂田90式とかね、その名前でゲームには登録したと思うんですけども、はい。こういう機体ですね。はい。こちらをね、今回はパチ組みしましたので、それを見ていただこうかなと思います。はい、こちらはパチ組み完成した90式になります。はい。相変わらず独特なね、サンドイエローの成型色です。はい。で、まあ、全体的になんかね、他のパンツァーと比べてもスレンダーな印象ありますね。このタイプのね、パンツァーだと、他のキャラだったら、ちょっと肩がもっと大きかったりとか、すねがどっしりしたりとかするんですけれども、肩アーマーは結構小さいものですし、すねのところもね、膝は大きいんですけれども、うん、そんなにごっつくないすねの造形になってます。あと足もね、スマートな感じのね、デザインになってますね。で、両腕には、腕部内蔵格闘武器なんかもね、表現されております。はい。全体的に、遠洋の時に感じたような、なんか武骨な、ね、銃器っぽい兵器っていうよりかは、なんかヒーローロボット的な雰囲気を感じる、そんなデザインかなと思いました。バックパックはこんな感じ。タレによってね、両肩両腕そしてバックパックに、ハードポイントがついてますんで、ここにもね、いろんなものが取り付けられたりすると思います。フレームパーツはこれまでのものと全く同じでした。組み立てていく中で結構気になった部分も今回いろいろありまして、それは先日ね、これを組み立てる生放送でもね、いろいろと視聴者の皆さんと話ししながらね、言ってたんですけれども、このボリューム3から、よく見られるようになった、なぜそこアンダーゲートっていうような部分がところどころにありまして、アンダーゲートって私の理解の上では、そのね、パーツが綺麗にね、組み立て状態が綺麗になるように、その切り離し跡が外から見えにくいように、見えないようにね、内側にゲートがくっついていると。なので、まあ見た目が綺麗になる代わりにちょっと手間が増えるよっていうようなものだったと思うんですけれども、そこ特に見えないだろうっていうようなところとかがアンダーゲートになってたりとか、あとは、そんなにそこを気にしなくてもいいのにっていうところがアンダーゲートな上に、アンダーゲートになっているその内側のゲートくっついてるところがとても切り離しにくいとか、パーツの組み合わせの時にかなりちゃんと切って表面をもう真っ平らにね、ちょっとでも出っ張りがあったらはめ込められないようなところがあったりとか、いろいろとその辺のね、なんでこんな風になってんだよなんていうような話を生放送でしながら組み立てておりました。あとは、そのはめ込むところによっては結構ね、しっかりとはまってくれない、緩くてスカスカでポロポロと取れてしまうっていう部分もちょっとありまして、この特にひどかったのがこのスモークディスチャージ部分。これはね、個体差かもしれませんけどもね。あと、次にこのね、腕部の、この格闘武器部分が、結構ね、すぐにポロリと取れてしまうんで、今ちょっと、ボンドで軸を太らせて、はい、取り付けております。こいつはこの後、塗装しようと思ってるんでね、現状まだ接着まではせずに、ばらせるように、はい、してあります。なので、ちょっと扱いが今日はこいつ慎重に触ってます。はい。ここは本当にコロンって取れちゃうんでね今はまだ大丈夫っぽいんですけども、はい。では付属していた武器の方も見ていきましょう。はい、今回はこういった5種類のね、武器がついておりました。シールドとか格闘武器はなく、どれもね、マシンガン、ショットガン、ガトリングガンといった重火器になっております。これちょっとね、取り付けたり持たされしてみようと思います。はい、まずはこんな感じで、左手にかなり小ぶりなマシンガン、はい、そして、右手の方にショットガンですね。そして肩にグレネードランチャー、
を取り付けてみました、はい、どれもね結構造形がいい感じ。このショットガンと、マシンガンに関してはもう切り離すだけでした。でこのグレネードランチャー結構今ね組み合わせの隙間が目立つんですけども、パーツ構成が4つになってまして、左右でねくっつけてて、ここが、独立してマガジンの向きが変えられます。はい、このね肩だけじゃなくてこういったハードポイントにね、つけられるものなので、まあいい位置にいい角度に、ね、このマガジン、ね、置けることができるようになっておりました。はい、続いてはこんな感じで、はい、こちらガトリングガンですね。まあ、この持ち方はこの向きが正しいようで、はい、そうね、逆手に握った、ね、グリップが、うん、なんか独特でかっこいいですよね。ガトリングガンのね、このバレルの形状なんかもとっても、ね、よくできてると思います。はい、そしてこの長い迫力のあるライフル。結構武骨なデザインかなと思いますけれども、うん、こういう大きいのをね、持っているのも、また雰囲気出ていいですよね。はい、はい、そんなわけで、今回90式ざっとね8組紹介いたしました。いかがだったでしょうか。こいつはね今回、しっかりと塗装もしたいなっていうふうに思っていますので、ただまあ例によって何色で塗ろうかなっていう、このシリーズね、まあフロントミッションの機体自体がね、設定色とかがあるものじゃないんで、好きに塗っていいんですけれども、何色で塗ろうっていう風なので、いつも悩むんで、これを組み立ててる時の生放送の時にね、視聴いただいてた皆さんのコメントからですね、自衛隊の戦車を思わせるような暗いグリーンと迷彩ね、で塗ってはどうだっていうね意見いただきましたんで、そちら参考にさせていただいて、そういったカラーで塗るのね挑戦してみようかなと思っております。まあ完成いつになるか分かりませんけれども、よかったら楽しみに待っていてください。そして、フロントミッションストラクチャーズのボリューム3はあと2つね、あと2機ねまだ組まずに積んでしまっているんで、そちらの方のねパチ組紹介なんかもね順次していこうと思ってますんで、よかったら楽しみに待っていてください。では今回はこの辺で、また会おうぜ。動画を最後まで見ていただいてありがとうございます。よかったらチャンネル登録をポチッとよろしくお願いします。じゃあまた会おうぜ。闇が空を覆う。